東日本は日本を大きく分けるときに使用される語で日本の東半分を指す。大義語は西日本。一般には北海道、東北地方、関東地方を指す。講義では中部地方も含め、競義では北海道や東北地方を北日本に分類し、関東地方のみ、または関東地方と中部地方を指す。地質学の分野では、 フォッサマグーナの糸井川姫川青木小泉の塩尻峠釜梨川早川藤川伊藤を東日本とする説もあれば糸井川静岡構造線伊藤を東日本とする説もある方言学の分野では東日本方言は北海道方言東北方言関東方言東海東山方言の新潟長野岐阜愛知伊藤を指す 各種文化面から新潟、長野、静岡の各県伊東を東日本とする場合もある。気象予報では、北日本、東日本、西日本、沖縄、奄美の4分類になっており、関東甲信、北陸、東海を指し、北海道、東北は北日本とされている。また、近畿地方に対する関東地方や、機内に対する南関東、 西国に対する東国を指す場合もある。他には生物省がある。日本のほぼ中央に位置する愛知県のウェブサイトには愛知県は地理的には東日本に含める場合が多いようですという記述がある。東日本地域での交流電源の周波数はほとんどの地域で5 0ルツである。一部の地域では6 0ルツで、境界は静岡県の富士川、山梨県、 群馬県及び新潟県の糸井川伊藤。詳しくは商用電源周波数日本の商用電源周波数を参照のこと。2018年10月1日現在の人口は5740万人で日本の総人口の45.4%を占める。一方で合計特殊出生率は非常に低いエリアである。 2018年に三大都市圏の一角を占める愛知県を上回ったのは北海道東北地方を含めても1県もない。2018年の都道府県別順位だと25位以内に入るのは福島県ただ1県だけとなっている。特に位の40から47位には東京都とその近郊圏や北海道東北の同県が集中している。ありがとうございます。